Conspiracy. ハードコアのシーン。どうもレッドアリスです。ライトショーマジックのトパズライトです。師匠です。はい。そんなわけで今回は一旦引き取りました。というこのシーンは、うん、これ楽しいのシーンだから。楽しいですよ。いやいや師匠のシーンだから。楽しいのシーンだ。俺先やったから。これだって。じゃあ勝負だ。勝負だ。宣伝で勝負だ。いいっすよ。どっちがうまく宣伝できるかっていう。わかりました。もうお題は。お題はなんとこちら。We are Light Show Magic 宣伝していきましょうか。はい、しましょう。負けないですよ。俺はね、多分負ける。早い。ちょっと待って、張り合いがない。張り合いがないし、動画的に面白くなくなっちゃう。代わりに、トパズライトが。あ、そういうこと。トパズライトが俺の代わりに戦ってくれる。負けない。負けないよ。負ける。はい。張り合いがないから。さっきのくだりやったから、それ。頑張ります。頑張りましょう。はい。じゃあ、そんなわけで、全10曲かな、入ってる曲数が。まあ、10曲全部を説明していくのは、まあ、トパズライトはね、以前配信とかでもやってるので、今回は、お互いのお気に入りの1曲を、ちょっと紹介していきましょうか。はい。じゃあ、まずトパズライトの方から。はい、お気に入りはですね、こちらキュービックバンプという曲なんですけども、この曲はですね、そのライトショーマジックのお互いの個性がすごく出てる曲だと思うんですね。はいはい、それこそ、まあ、トパズライトっぽいメロディーですとか、はいはい、おしゃれ感とその師匠っぽいドラムベースのゴリゴリ感がいい具合に混ざりまして、それはもう高骨の、そう、こんな感じですよ。そう、かっこいいし、おしゃれだし、ね、モテる、モテるはず。モテサウンド、モテサウンド、モテサウンド、キュービックバンプがおすすめです。聞いてくれ。どうぞ。じゃあ次は師匠から。はい。僕の1曲はですね、はい、5曲目の Going Down っていう曲です。はい。あのブレイクスなんですけど、はいはい、Going Down っていう言葉をすごいキャッチーにね、こう声ネタ自分で取ったりして頑張って作りました。まあ Going Down ってタイトル通り、なんかこう地中にこうどんどん潜っていくような感じのイメージで作ったブレイクスなんですけれども、はいはい、例えばビルド盛り上がるところですね。もう作り方もダウンっていう言葉がこう連打されてビルドしていくんですけども、はいはい、それをあえてこう普通だったらダンスミュージックだんだん上がっていくじゃないですか。確かに確かに。それをだんだんこう下げるようにして、そう、だん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 こうそこに行くような感じのイメージでですね、すごいダークなブレイクスになってます。 こちらもね、すごいおすすめなんです、はい、でもちゃんとそのダウンしても超盛り上がる曲なんで。そう、下がっていくと上がっちゃう。そう、悔しいけど、これはね、モテないけどね、男臭くてね、汗臭いトラックになってます、うん、そういうのが好きな方はぜひ聴いてみてください。はい、はい、ちなみにこの CD って全体的にそう、2人で全部こう一緒に作ってんだね。うん、この曲は誰か担当、この曲は誰か担当ってことはない？ないです。全部画作ですね。はい、まあ、スプリットアルバムって見方もできるんですけど、うん、これはライトショーマジックのこうアーティストアルバムとして、うん、ああ、なるほど、はい、まさにそう、2人のユニットの CD と、はい、そういうことです。だからそこだけは担保したかったですね。そうですね、全部画作っていうのは、はいはいはい、これは聞き込みもしかないね。100回聴いても飽きないと思うんで、うん、自信作、自信作です、うん、自信作。なんか自分だけのアルバムだと自己評価ってすごい難しいんですけど、ね、誰かが被ってくるとね、すごい評価できるんですよ、はい、そう、すごいいいアルバムができたなって実感が湧いてるんで、もう本当みんなに聴いてほしい。無限に聴きましょう、はい、無限に聴きます。聴いてください、よろしくお願いします。ちなみにこれ持ってる今ジャケットだけど、うん、ジャケット、そのいわゆる同人界隈で見たらかなり今異彩を放ってる。実写プラスイラストじゃん、うん、このコンセプトにした理由っていうのは、はい、元々そのライトショーマジックの音っていうのが遊びの強いというか、クラブミュージックでもゲームミュージックでもない変なサウンドが多かったんですね。でそれがなんか個人的に結構ディズニー感通じるなっていうのがあって、あ、まあそのごちゃごちゃ感というか、はい、でディズニーって結構その実写とアニメの合作が多かったんで、映画でもよくあるよね、そういう、はい、それはまあリスペクトしてって感じですね。あ、なるほど、ちょっとそれはすごい腑に落ちた、はい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 、だからあのイラストレーターさんの黒羽さんと話する時も、はいはい、表にはお見せできない感じの資料を作って、そうそう、こんな感じでっていうのを渡してましたね、はいはい、ちなみにこの女の子、やっぱその本人意識してキャラ描かれてるんだよね。あ、そうですね、はい、ジャケットの色にちゃんと合わせていただいたりとか、はい、だから師匠はこの女の子。そう、だからなんか打ち合わせしましたね、そこら辺も、うん、どんなキャラクターにしようかって言って、そのお互いの属性とかも確認し合ったりして、うん、属性、そう、それ闇属性とか、もうなんかそんな感じの、うん、はい、どういう性格なのかとかも、うん、はいはい、パズはアンデッドとかそんな感じですよ。アンデッドはな、アンデッドらしいですよっていう裏設定、アンデッド属性の、はい、このキャラの子に属性があるとか、そうそうそう、属性が、はい、あ、だからなんか包帯とかつけてるってこととかですね、はいはいはい、あとなんか若干目の色が違ったりとか、うん、そういうところもありますね。ああ、なるほど。カブトムシとクワガタなんだっけ、なんだっけ、なんか言ってたよね。あ、そうなの、はい、それってじゃあカブトムシ勝つんじゃないの。いやいや、それは分かんないじゃないですか今日その戦いできたんですか。あれ、俺の知識は確かあれカブトムシ勝つよねそうなのそんな絶対持ち上げられちゃうみたいな。でも捕まれたらおしまいじゃないですか、うん、でもその前にこう角で寄らせないようにしてこうバコーンってやるんじゃないの。そのくだりいりますかねふと思っちゃった、知識が邪魔して、知識が邪魔しちゃった、腑に落ちなかったそこら辺が。まあ、虫はクロバさんがお互い虫っぽいって言ったからね。そう、うん、どっちがどっち。俺はこう、あのカブトムシかな、一本
そう1本なんですよ僕。あで、トトバドライトの方がブックレットの違い、なんか2つ分かれたりして、まあ、2本こんな感じで、なるほど、はい、2本、はい、こんな感じで分かれてる。あくまでそのね、現実世界のその常識はやっぱこの世界には当てはまらない、うん、そう通用しない部分があるんで、だから全然クワガタが勝ってもおかしくないっすよ。確かに、まあ、バッキーソースバーンっていけるかもしれない。まあその話知らないか。まあまあそんなね、はい、一風変わったコンセプトと、はい、では結成した理由っていうのもどうなんでしょう。はい、最初はですね、はい、サウンドボルテックスの、まあ、コンテストで、僕はもともとトパゾライトさんのリスナーだったんです。聞いてた身だったんですけど、某コンテストでアレンジのコンテストだったんですけど、原曲が同じで偶然それがその、はい、ボルテージを初っていうことで、そう、あそうなんだ、ね、はい、たまたまだよね、たまたま本当にたまたまです。それがあって、まあ、なんか一緒にやりたいよなって話があって、あ、まあ、それがその次の年に、はい、実現して、まあ、一緒に曲作って、はいはい、でそれでそれも、まあ、受かって、はい、じゃそれきっかけでちょっと前、はい、なんか面白いことができたらいいねみたいな、はい、でまあいろいろ頓挫したりしなかったりして、2014年ぐらいにはもうアルバム出そうとしてたんですよ、うん、あじゃあ結構前なんで、はい、そうなんですよ。そうでなかなかこう実現できなかったんですけど、うん、まあこの、はいはい、2017年夏に満を持したということで、はい、まあ、逆にこんだけ温めた分やっぱ、いや本当にいろんなストレスを発散できましたよね、うん、やっぱり本当になんかやりたいことできたなって感じが強いっす。そう、はいはいはい、そうですね、まあ、そんなね We are Light Show Magic ですけれども、はい、まあ、タウンシーストアで皆さんね好評取り扱い中で、 Amazon の方でも、はい、出てます。はい、出てると思います。その辺リンクも貼っておきます、はい。お願いします。そしてなんと9月6日にデジタルのリリースも決定しました。やった。やったね。これはもう iTunes とか、うん、あと Amazon MP3、うん、あと Apple Music とか Spotify とかの、うん、そういったね定額配信サービスも取り扱うということで、ぜひぜひこっちの方もチェックをよろしくお願いします。お願いします。やっぱなかなかね、まあ、実物を買いたいけど買えないっていう、特に海外の方とかもね、うん、そうですね、多いだろうし、やっぱデジタルってだいぶこうね、まあ、日本人にもだんだん定着してきたというか、うん、もう俺とか曲とかもうほぼデジタルしか買わないんで、デジタルですね完全に、うん、楽、圧倒的 楽、ね、はい、あと Spotify も楽、楽、圧倒的楽なんで、もう Spotify で1兆回ぐらいぜひ聴いてください、はい、ぜひぜひ1兆回も回されてもね、多分世界ランキング1位いくんで、やった、もううはうは、そしたら我々引退します。そう、確かに引退できる、それだけ売れれば一人で STV 楽しい開催できますか。なんならライトショーマジックフェスができますから、ね、そう、お達ししたいんで、ぜひ1兆回聴いてください、1兆回聴いてください、ぜひぜひお願いします、よろしくお願いします。はい、そんな感じですかね。はいはい、じゃあそんなわけでエレドリソトバドライトと師匠でした。ありがとうございました。ありがとうございました。